こんばんは。坂口恭平のニコロンダーの時間がやってまいりました。本日のですねお客様、もう勝手に番組になってますけど、坂口恭平の、元オウム真理教、で現在は、光の輪代表のジョイさんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、とんでもない、とんでもないことに本当になぜ俺がここにいるっていうぐらいな感じなんですけれども、ジョイさん僕のこと全然知らないですもんね。ええ、1ヶ月ぐらい前に、はい、週刊誌の関東の写真で、じゃ週刊誌、はい、偶然にもその後この番組のお話が来て、はい、週刊誌とか買うんですか、ジョイさん。いや、インタビュー取材に応じたんです。その流れで、その先週がこんな感じでしたみたいな感じですか。多分、なるほど。で、何者だっていう感じだったんですか。いや、その時はよく分からなかったんです。初代首相とか言ってましたからね。意味が分からなかった。やばいですね。意味分からないです。そうです。だんだん、分かってきました。僕オウム真理教が出てきた時も全く意味分かんなかったんですけど、そんなジョイさんが意味分かんないってことは、俺だいぶ意味分かんないですね、これ。そうですね。ただまあ、ご著書読ませていただいて、はい、独立国家の作り方、ありがとうございます。だいぶこう理解度が深まってきましたね。ただまあ、ご恩の最初と最後をこう読んだっていう感じなので、十分かどうか分からないんですけど。分かりました。で、今日どれぐらいあるんですか、時間。これ90分あります。90分で、とりあえずちょっともう何を話せばいいか全く分かりませんけれども、毎回こんな感じなんですよ。で、僕宮台さんの時もぶっちゃけですね、宮台さんの本一冊も読まずに出てしまったんですけど、意外と何となく噛み合ったんで、じゃあ今回でも噛み合うと、今回の場合ほらまた大変じゃないですか。いろいろ下手に噛み合うと、下手に噛み合うと。で、それこそ新政府総理大臣、文部大臣が中澤慎一氏で、で中澤さんともよくオウムの話をしてまして、お前も熊本だしなと。そして僕、熊本出身なんですよ。で、熊本県で、それこそ麻原彰晃こと松本智津夫現被告ですかね、熊本出身ですね。もう熊本出身、彼は八代の出身ですけど、で結構多いんですよね、ネズミ講の創始者とか。結構なんか新しいものを作っちゃうタイプなんですけど、で女優さんも福岡なんですよね。そうですね、九州男児ってことでしょ。まあ九州は新しいものが好きですよね。大陸から流れてくるとこだから。そうですよ、伝統的にそういうふうに言われてる。なるほど。女優さんはやっぱ新しいもの好きなんですか。そうですね。今何が一番新しいと思ってますか。今新しいっていうか、まあ自分は新しい宗教の場を作りたいなと。まあ宗教でなくても精神的な知恵の場と呼んでもいいんですけど、はいはい、21世紀の思想を作りたい。なるほど。そっか。かつ僕たちはどうなんていうんですかね、これは同窓生ですか。まあ早稲田ですね。早稲田、しかも技校でしょ。そうですね。お嬢さんどこなんですか。電子通信科っていうところでした。何をしようとしてたんですか、電子通信科行って。だから、まあ、人工知能とか今流行りの情報通信ネット、じゃあターミネーターとかに憧れながら。まあいや、アトムっていうか。あ、アトムなんですか。まあ人工知能の人たちはアトム作りたいって人たちでしたけど。じゃあやっぱ原発は推進派ですか。原発は原発話だ。特段あんまり意見なかったんですけど、はい、まあ、自分はやっぱり日本らしいエネルギーを求めた場合、原発っていうのはちょっと筋違うなって思いました。あ、はい、あれはやっぱり欧米のっていうか。なるほど。アメリカ譲りのっていうか。じゃあやっぱアトム、脱アトムみたいな。まあ今は人工知能とか関心ないですからね。あ、関心ないですか。はい。それでだから理工学部で、電子通信科、はい、僕は理工学部建築学科なんですよ。まあオウムの友達にもいました、建築家に。そのドキドキするようなことやめてくださいよ、ちょっと。そうですか。だから僕も、まあ、それこそ小学校くらいから教祖って言われてましたんで。ああ。ちょっとそれ、まあこんなこと言うとまたね大変なことになるんですけど、まあまあまあ、それでだからいろいろ意外に共通点多いんですよね。のようですね。で僕は結構上優さん、まあ、テレビでですよ、テレビで見てて、ジョイさんの
やっぱこうパフォームぶり、パフォーマーぶりっていうのはすごく興味持って見てたんですよ。だから、うん、テレビ出てたのってあれいつ頃ですか？17年前、95年ですよね。そうです。その95年にサリン事件が起きるんですよね。そうですね。その時に朝生で出てた頃っていうのは95年でしたっけ？朝生はですね、91年です。91年、あれはもう21年前ですね。21年前、91年ですよ。21年前って僕が34ですから今、うん、21年前というと13歳。うん、だ見てましたもん。俺親父とも食い入るように朝生を見てて。うん、でジョイさんいくつなんですか今ですか？はい、今は今年で50になる。今年は今年50、ね、あの頃は30代っていうかな、うん、あでも21年前だと、あでも29歳ですか。うん、そうですね。朝間、あ朝生の頃はそう。しかもじゃあ結構同じ時間ですよね。33、34ぐらいでしょ一番もう。そうですね、だからここから道を間違えないことですね、私のように。そのポイントだと思います。本当にちょっともうそうですよ。やっぱ間違ったって自覚はもう確かにあるんですよ。そうですね。あそれはでも良かったです。だからまあいろいろ僕もオウムに関して思うこともたくさんあったんですけど、うん、まあだからちょっといろいろオウムのことも考えつつで、まあ、もちろん新しくやってた光の輪の話ももちろんしつつで、その中で、僕自身も新政府っていうのを立ち上げて、今首相官邸がそれこそ熊本なんですよ。うん、でそれこそ先日場所をですねいろいろ空き地が余ってまして、でいろいろ阿蘇の方を見せてもらうとやっぱり波の村ですか、うん、波の村の話とかも出てくるんですよ。うん、ではっきりと場所いいんですよ。うん、で場所見つけるのうまいなみたいなことを地元の人が言ってまして、うん、あなんかでもまあなんかいろいろそういう意味でなんかなんかいろんなところでちょっとねそういうオウムのこともよく僕も言われるんで、で僕が言ってることもなぜかこう宗教ですかって言われて、しかもなんとなく揶揄っぽい感じで言うわけですよね、うん、こうあっち系の宗教ですかみたいな、うん、でいや別に宗教ってねあっち系もこっち系も本当はないので、うん、宗教だったら何でもいいんじゃないですかって言って、うん、まあ、僕はダンゴムシ教っていう教団みたいなもんなんですけど、ダンゴムシにまずシンパシーを感じたと、うん、で土を掘ってですね、うん、建築物を作りますけど、うん、そうするとこれ大工さんにこれダンゴムシこれ何匹死んでんすかねってよく聞いてたんですよ。あそしたら、おいちょっと今日はお前早くやれよと、うん、まあ、仕事になんねえからそんなこと言ってたら、うん、あすいませんすいませんって言って、またこうやっていろいろやってると、うん、またまた団子頭の中で団子虫がいっぱいこう出てきてですね、あおいちょっと親方ってちょっとこれ団子虫大丈夫ですかって言ったら、うん、いやもう今日大丈夫かみたいな、お前これじゃ仕事になんないぞってさ、そしたらミキサー車が来まして、うん、コンクリート入れるわけです、うん、そこまで来たら俺もマックスでもう団子虫兄弟のもうそのドグマからするとですねこれありえないってみたいになって、うん、ちょっと親方これもう止めてくださいっつって、うん、わーって言ってたのが20歳ぐらいですか。あまあ既存の価値観や常識に疑問を感じるタイプ、はい、なんですかそれ、なんか自動判断システムみたいな今なってましたけど、そうです、ね、いや普通の人はそのままね、はい、上の人が言うこと、はい、上の人に認められたいからそのままやるっていうふうに教育されてるから普通そう思いますよね。それに対する自立心があるんですよね。そうです、うん、だからやっぱ競争タイプなんですかね、そういう意味では、うん、そうでしょうね。だからジョージさんやっぱ今でもなんか僕の中でスタッフタイプというか、うん、いい感じのスタッフやっぱりジョージさんっていうのは、うん、なんかついつい僕もなんかジョージさんちょっとスケジュールどうなってたっけってこう聞いちゃいそうな、うん、うまい懐がありますよね、うん、このなんか作戦やっぱりありますよね。うん、でダンゴムシから次はちょっと今視界が反転しましたけれども、うん、そうですね、そのダンゴムシでコンクリート入れてますので、うん、これ大丈夫かと、うん、でダンゴムシこれ絶対危ないと、うん、で人間は何だと、コンクリートを入れてダンゴムシを大量虐殺して、うん、つったらオケラがですね、うん、俺も忘れんなよお前っつって、うん、ほらオケラさんだってお前出てきたよっつって、うん、ミミズさんが私たちもいるだよって、うん、それでなんかこういろいろ言ってたんですけど、そしたらうちのご師匠がですね、うん、親方が大工の、いや俺も結構わかるんだよって話をしたんですよ、うん、だからみんななんとなくシンパシー感じてると、
っていうような宗教もあるだろうって思ってるんですよ、うん、つまりダンゴムシのことを一応蚊とか叩くけど結構これまずいことだよね人間界で起きたらと思うわけですよ、うん、クラッシュでしょだから、うん、いきなりダンプカーに轢かれて死ぬみたいな感じじゃないですか、うん、だからなんかそれを宗教と言われてしまったら、うん、まあでも宗教でいいんだけど、うん、なんかこう日本人ってそういうものも恐れてるでしょ、うん、その中で、そうですね、その中で結構ほら立ち向かいつつしかももうハマりにはまってやるだけやっちゃったところからですね、うん、まあ、かなり、まあ、かなり痛い状態ですよねその女優さんとしても、うん、そうですね、でそれこそ罪に問われなかったと、うん、結果としてですね、はい、はい、でもその僕がですね浅生から見る限りほら女優さんが関わってねえはずないんだという議論をしてたぐらいなんですよ、うん、しかしなぜ上位は捕まらないと、うん、っていうのをむしろもうなんかこう高校生の議論になったぐらいで一体何なんだと、で上位さん全く罪問われてないわけでしょ、罪問われてないっていうか偽証偽造というそういったあの罪で3年ぐらい服役しましたが、いわゆる殺人、はい、殺人未遂とかいったテロ行為においては一切ありませんでした。はは、偽造というのはどう何を偽造しちゃったんですか。まあだからあの国土法という事件の裁判において、まあ裁判に勝つために嘘をついた、それに、関連する証拠を偽造したっていう、はは、それは偽造したんですか。確かに、ええ、しました。すごいですね。あ、なるほど。だから私が裁判に出て偽証したんじゃないんですが、はいはい、他の信者出させて裏で共謀してっていう形です。すごいですねそれ。もう、うん、もうここはちょっと裁判勝たなきゃいけないから、そうですね、ちょっとちゃっ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 てって言って言っちゃって、うん、それが熊本の浪野村での裁判だったんですよ。勘弁してくださいよ、うん、もう熊本攻めないでくださいよ、うん、はあ、だでもそうですね、いやー面白いです。だそれに対してじゃあまあ罪は償ったと、はい、で殺人罪では、一応起訴はされてるんですか。いや殺人罪等での起訴はありません。あったら今ここにいませんし。そうですよね、うん、でも確実にトップランカーだったわけでしょオウム時代。まあだから重大な事件があった時に、はい、あのロシアにいたとかないし、まあ、日本に行った時も坂本弁護士事件などの時には、はい、まあ、あの共謀の中に入らなかったということですね。なるほど。それはやっぱこう匂ったんですか、こうなんか雰囲気が。いや、まあ坂本弁護士事件の時は日本にいても自分が入らなかったのは、はい、おそらくその前の段階で、はい、坂本さんじゃなくてサンデー毎日か毎日新聞社か分かりませんが抽象的な話で、こうテロをやるポアをやるっていう話をした時に、はい、朝原祥子が私はかなり強く反対したんですよね。それどういう状況でそういう話になるんですか。ですから教団を批判するキャンペーンをサンデー毎日という週刊誌がやっていて、はいはい、うん、だからあのこうあいつらを恫喝するためにっていう感じですよね、はい、朝原祥子としては。それってその何ですか、あのどういう場所って、どういう場所なんですか、その会議場みたいな、うん、まあ朝原の自室だったと思いますけどね。実質があって、はいはい、そこでその 朝の朝礼みたいなのがあるんですか。いや、まあ5、6人での話ですよね。その5、6人誰がいたんですか。だからあの実際坂本弁護士の殺害に関わった新見とか、はい、早川とか、はい、その岡崎とか、はい、村井とかいうのと、はい、私とあと女性、はい、で私が反対して、その女性も反対して、女性はあの一番弟子と言われた石井久子って、はあはあ、それが外されて、その後その4、5人で共謀があって坂本さんの名前が出たっていうふうに言われてますね、はあ、そういった流れだったんですよ、はあ、そっかそっか。でもじゃあ普通はそれはないでしょっては言わないじゃないですか、絶対教祖だから。ないでしょっていうのは、いやそれやっちゃダメでしょって言っちゃダメじゃないですか普通は。あ、教祖に対してですか、はい、いや私はあの結構そこらざっくばらんな感じだったんですか。いやそうですね、それは私の特徴だったかもしれません。あ、これは広報活動で、はい、そのサンデー毎日に反論するのが最善で、そういうことをやれば逆効果だって言いました、はい、非常に危険だ。そのサンデー毎日のキャンペーン自体はかなり劣、あのなんていうかこう強引なものだったんですか。それは価値観によりますけどね、はい、まあ私は今から振り返れば教団の方に非があったと思います。ただ教祖にそれを言ったらば、
特に出家の問題だったんですけど、はい、これは出家制度が苛烈すぎてこう批判するされるんじゃないでしょうかと教祖に言ったら、その時教祖はそれは向こう側のシナリオだと、教団を弾圧するユダヤフリーメイソンの陰謀にお前もすでに洗脳を受けてるんだってな感じで言われたんです。でやっぱその前に教祖に対する盲信がかかり深かったですから、はい、もしかすると俺の方が間違ってるのかなって思ったんですが、だから半信半疑みたいな感じですよね。そういった流れの中で先ほどの話が出てきましたよね。だから結構面白いですよね。そういう意味ではちょっとダメなところも見えてたわけですよね、ジョニーさんとしては。だから麻原の信仰っていうと結局その霊的指導者として、はい、その生死を超えた魂の主みたいな、うん、いわゆるヨーガの神秘体験でその深い瞑想に入ってこう体から出ていく体験とか前生とかそういうのを見る、はい、見たかのような体験をするわけ、うん、でそれをこう深くやっていくとやはりこう輪廻転生はあって来世はあって、うん、でその体験に導くのが、そしてそれをコントロールするのが麻原だっていう考え方になって、彼のすごくこう強い絶対性が出てくるんですよね。ただ一方麻原がこの世の中に対して言うことですか、うん、我が教団は弾圧されていて戦わなければ破滅するっていうような主張に関して言うと、うんうん、半信半疑になるのが私の特徴だったんですよね。だからそこら辺いろいろ分けてたんですね。前者の信仰があると後者の方も自分の方が間違ってると考えねばならんのかなっていう考え方あって、うん、その密教の教義に、お師匠さんは普通でないこと通常でないこと言うけども、それも要するに深いお考えがあるのだから謙虚に聞いてなければならないって教義もあるんですね。そういったものがあって、まあ、こう自分をこう抑えるようなことが多かったですね。だから常に知恵の不足がお前の課題って、まあ、みんな言われてます。教祖だけじゃなくて周りの人間もみんなそう、私のことは、うん、まあ、でも出世したわけですね。そうですね。何年に入所したんでしたっけ。入会っていうのが86年で86年87年に出家して、そこはまだ無名の平社員みたいな感じだったでしょ。ただ87年の後半にはまあ、幹部っていうんですかね、指導員っていうんですか、はい、もう行ったんですか。それになったから、それになる試験みたいなのがあるんですか。やっぱ2級とか3級とか。そうじゃなくて、はい、結構厳しいヨーガの修行をやりまして、はい、1日20時間それはあれですか、 LSD 食ってたやつですか。いや、それはずっと後ですよ。最初の方はとにかくもうヨーガの行法で、はい、呼吸法とか、まあ、そういったものをずっとやって、あと瞑想。初期は全然ドラッグ使わずに。ないですね。だからかなり苛烈な真っ暗の中で、はい、気温も40度ぐらいあって、うわ、真夏で、で、真っ暗の中でヨーガの行法をやって、はあ、で瞑想をやって神秘体験するっていう、そういうのがあって。でもやっぱそれでも肉体苦しめばそれぐらいやっぱりサイケデリックな体験は結構するんですよね。そうですね、はあ、やりますね。いろんな体験しましたね。その体験の感想文みたいなのが書くんですか。そうですね。それをその指導員になった、そういった要するに一定の状態に到達した体験談として教団がこう宣伝すると、ともに、まあ、幹部になる、いわゆる成就者って言いましたけど、そうなんですね。なんかこう昔ほら縄跳びとかあるじゃないですか、紙に、うん、そのまずは前跳びで、次はあや跳びで、次は二段跳びみたいな、こう、なんかこうテキストブックみたいな、そういうのがあるんですか。だから異界制度は確かにあります。ただやっぱりやればいいってもんじゃなくて、やっぱこう、うん、修行した結果体験しないとダメっていうのがあるから、だからその何回縄跳びやったら次のとこに行けるとか、そういうちょっと簡単な部分でもない部分は、じゃあ変な点取り虫だけ勝ち上がれるシステムではなかったですか。そうですね。むしろだからそういった霊的体験とか女性の方がする部分もあって、それはやっぱあれじゃないですか、性のイニシエーションがやっぱり、じゃただあれでも詰めるわけでしょ。多分先天的に巫女とか卑弥呼というように、はい、女性の方が霊性高いっていう考え方あるんですよね。霊性高いっていうより神秘的体験しやすいっていう、もうその当時でも性のイニシエーション始まってたんですか。性のイニシエーションっていうと、いや僕の中でなんかそれがすごく頭に残ってて、もうあれが一番いいとか俺思ってて、あれが俺あれだったらお前最高だなと思ってたんですけど、いや麻原はまず最大ですよね。そして、はい、女性の弟子との関係ってのは多分そう、その熊本県南野村の事件でどうだこうだあった91年ぐらいからじゃないかと、私が知ってる限りではそうです。じゃあそんな噂は特に立たず。そうですね、噂は立ちませんでしたね。
ただ後から調べてみると90年ぐらいもうやってますね。3年前に戦えた時にあ、じゃあもう、じゃあ3年前の時だってそんな間違ったことはそこまでは言ってないと、いやあれは事実だと思いますね。はあ、うん、だから女性信者にインタビューしたらやっぱり朝原だからいいと思いましたっていう話だったから、それを週刊誌が喋ってて、あ、なるほどなるほど。っていうかこれ言えば言うほど俺結構今のオウム真理教からかなり怪しまれるよね。まあ怖いですよね本当に、うん、村になりませんかねこれ。いやでもあの要するにダンゴムシの話は、はい、あれオウムそのままですね。オウムのオウムの建築班もですね、建築の時にですね、その虫を殺すのがすごく苦しくて、はい、でもコンクリートやってたじゃないですか。そこで要するに、はい、その音楽を、その音楽を聴くと高い世界に転生できるっていう音楽をかけて建築工事やってるんですよ、うん、それ地震災で一緒だから。そうそう、それ地震災が勘弁してくださいよ。それは坂口橋とダンゴムシ橋ちょっと違いますから。いや、ただ、だから僕はモバイルアースを作ったわけですよ。車輪をつけて、ネイティブインディアンから流れですから、うん、どっちかというとそっち側なんですよ。うん、神との交信っていう、殺さないってことですよね。そうです、やっぱ殺さない、うん、だから殺した後のこれはちょっとだからもうポア、うん、ポアありきの世界になってるからダメなんですよやっぱり。だからまあ、 あの虫を殺傷しないとか、はい、そういうのってのは結構教団の方では気をつけてて、うん、ただその建物に関しては、うん、その教団武装化のための工場だから仕方ないって話になって、それそこら辺って結構もっと取材できますよ僕。その気になりますね。だからそのオウムの建築論、建築観とかは僕の師匠の石山さんがずっと調べていて、サティアンの建築物と、うん、そのまあそれと情報技術と、うん、でそれこそハリボテだったわけですよ、うん、ね、こうなんかこう仏像みたいなあったんだけど、うん、なんか適当に作ったものだったわけじゃないですか、うん、あれは偽装ですね。そうですよ、サリンプラント偽装したんです。やっぱ特徴は窓がないっていうのはありますね。やっぱ朝原目見えないから視界とか美術とかそういうのあんまないですよ、はあ、だから目が見えない教祖が自分なりの体験から出してくる思想とかが展開されますから、その真っ暗の中での修行とかアイマスクしてでの修行とか、その窓のない教祖自然だったの、そう教祖の生理的感覚がそのまま、うん、言ってますね。建築観にもそういう感じ。やっぱその朝原諸子は見えなかったんですか。あの弱視ではあることは間違いない。ただ見えなかったかどうかはちょっとよくわからないです。もうなんかよくおじさん、なんかよくそのみんな、まあ結構オウムネタ多かったね、熊本は。なあ、あいつは見えとっとたいっていつも言ってたんですよ。だからそういった説もありますね、微妙なところで。なるほど、うん、全く見えないってわけじゃないんだけど、ただまあ弱視であるとかは昔から言われてて、あとはちょっと謎のところなんですね。なるほど、うん、でもやまあそうですね。じゃあそのじゃあ入ってからは90年から、まあ、性のイニシエーションとかドラッグも使うようになったのも その辺に近い。ドラッグはですね、 LSD はね93年後末から94年ぐらいだと思います。私がそれも LSD 作ってたんですかこっちで。あの93年の秋にロシアに行って、その後のことが分かんなくて、だから私は LSD も飲まされた方で、渡した方じゃないんですよ。あ、飲んだことあるんですか。飲んだことは2回ぐらいあります。それは何で今分かったんですか。その時は分かってないわけですよ。まあその時はいや、その時もこれは普通じゃないなって思ってました。なんかリキッド状のものに耐えられてる、なんとなく分かってたんですけど、それが2回ありますね、はい、それはあのロシアから帰って日本に来た時に2回あって、その時に受けろって言われて受けたんですね。なるほど。僕も飲まされたことあるんですよ、うん、僕もそれこそあの、まあ、某国で日本ではないですけど、それでなんかあのボルビッククラブで踊ってたんですけど、うん、そのボルビックをあの踊ってたダンスダンスダンスってもうだほとんど一緒だと思うんですけど、僕もイニシエーションしてたわけですね。こうやって、うん、音に合わせてグワーッとなってたら、もう今日「ヘイヘイヘイユー」とか言って「お前やばいからそのボルビックあげるよ」って言われて、ボルビック「いやもう超のどかいてたんですよ」って飲んだら、おそらくあれが LSD だったと思ったんですけど、うん、僕みんなの顔がボト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 落ち出して、あちょっとやばっ、何すかこれと思って、うん、何って言ってたら、後であの帰ってきたらあの、まあ、いるじゃないですか、いろいろ経験豊富な親父みたいなの、はいはい、ああそれあれだよ LSD、うん、オームがやってたやつ、あれでバッドトリップしなかったんですか。私はしませんでした。だからした人もいますよね。なんか向こうの部屋の方で叫び声が上がってたそういう話がありました。怖い、怖すぎるっしょそれ、だからまあそれでなんかこう引いてった人もいるでしょ。だから
どうでしょうね、まあ、でもなんとなく修行っぽい感じだったんですか、雰囲気は。いや、もちろんだから朝原に帰依する師匠とかずっと唱えて1週間とか、その後にあれを渡されるから、みんな修行というモードでしかないんですよ。で、知らない人は本当にその朝原の神秘力でそういう体験してると思う人もいるでしょうし、そしたらもっとじゃあ信仰深まるわけですか。そうですね、盲信深まりますよね。でその時、はい、その時ジョイさんは後で気づいたんですか、これちょっとおかしいな、私は薬物だろうとは思ったんですが、しかしそうですか、ただその朝原の力が皆無だとも思わなくて、そこでやっぱ盲信深まる。なるほど、そこら辺アバウトにしてるもんだから、そうそうそう、何パーセントドラッグ、何パーセントその創始のおかげなのか分かんなくなっちゃって。そうですよね、だからインドのグルとかでも使う人いますからね、微妙にそういうの。そうですね、だからそれこそメキシコなんかね、ペヨテ使うわけですから、そう、区別がつかなくなってくるんですよね。はあはあ、ただ、後ほどいろいろサイケデリックスの本とか調べて、あ、これは朝原の、そう、調べる、マインドコントロールを解くために一生懸命調べるんです。それいつ頃なんですか、調べてたの。そうですね、まあここ10年間ぐらいですよね。はあ、じゃあ結構バローズとかも読みました。そう、読みましたね。ああ、これで朝原の力は 1% もなくてもその思考体験っていうんですか、その瞬間的なその至福の体験とかする人がいる、まあ、これハイテク仏教ってバローズ言ってましたけどね、はい、あ、そういったもんだなっていうようなところ後から調べていったんですね。はあ、僕はバリバリバローズの影響を受けてまして、高校時代もバローズバンバン読んでましてね。だからもうでも僕の場合は躁鬱病という病気がありまして、うん、これがほとんどドラッグと同じ作用を持っていて、うん、で定期的にとんでもない、そのもうほとんどなんかベランダで街を見てたら涙がボロボロ出てくるんですよ、うん、でなんかコップとか見てたらキランキラン光り出して、うん、っていうか母ちゃんコップってこれすごくないとか言って、うん、何をあなた言ってんのみたいな感じの状態があったかと思いきや、うん、もういきなり虚脱になって、うわ死にたっていうのが、うん、いうのがあったんですよ。あ、だから死ね、もう本当に死にたかったんで、これちょっとマジやばいっすねと思って、うん、死のうと思ってもうすぐ死のうとするんですけど、でもなんとなく死にたくないじゃないですか。なのでちょっと死ねないような理由を見つけなくてはいけないと思って、うん、で街を歩くんですけど、大体全部グレーに見えるんですよ。うーん、で次はもうじゃあ図書館だ、哲学書だってバーッと見るんですけど、ほとんど文字が真っ白に見えるんですよね。あ、なんですけどたまになんかこう地中の、 あの恐竜の卵みたいなのが光るあのシーンがあるじゃないですか、うん、はいはい、ああいう感じの光がパーンって見える時があって、うん、うおーと思ってそれを読むと、うん、うわエジプト文明やっぱ絵がすげえじゃんと思って、うん、もうこのじゃあ空間を調べようと言ってちょっと立ち上がって、ああもう、ああ治ったっつって、で勉強をし始めて、また自分の空間論の勉強に当ててたんですよ。ああ、じゃあ何かのシンボルを見ると気持ちが復活するってことあるのかな。ディープイリュージョンですね。うん、つまりこうすごく平面的なものを見た時に、うん、とんでもない、こう分かりますかね、ビックリマシールのなんかこう魔性ネロって知ってますかね。いや知りました。そうです、うん、なんかこう、あ、今で言うと 3D みたいな、うん、だしかもあのあっちの方です、出てくる方じゃなくてディズニーっぽいやつじゃなくて、うん、キャメロンっぽいやつ、うん、その奥行きがこうブーンって、分かりますかね、うん、アバターとか見ました。あ、見ました。アバター的にアバターどうだったんですか。結構アバターは結構あれ、はい、仏教的密教的な要素がちょっとあるかなって、意識を移し替えてますよね。でもあれはちょっとなんか分かりやすすぎませんか、あの仏教人は。まあそうですね、ただまあ、ちょっと鼻につきません、仏教密教にその中では意識移し替えるってあるんですよね。あれから持ってきてるのかなって思いましたね。そう、だからそういう風なディープイリュージョンつって、その二次元なんだけどいきなりふわーって奥行き入ってくやつとか、うん、そのなんかこの立体を立体として認識した瞬間とかに上がっていくんですよ、うん、あ、だから それをまあそれ多分そういう認識について興味持ってたと思うんですけど、うん、だそれが僕は空間なんですよね。つまりこの空間って他に表現できないでしょ、うん、そうですね。それすっごい気になってるんですよ。なんでこの空間がもう一個表現できないのか。だって写真を撮ることができるわけですよ、ここの世界の、うん、でもそれも絶対こう二次元体験だし、一応映像を撮ってその三次元っぽい雰囲気は感じるんだけど、自分たちがこう体験してるこの肌にもう風が当たるような体験は全然できないし、うん、どうやったら風の体験できるようなのを自分の中の箱庭で作れるかと思っても全然作れないんですよ、うん、と思って夢に寝ると夢の中じゃほとんどこれと同じじゃないですか、うん、
と思って、夢とこの空間どっちがリアルでしょうかゲームみたいなのを始めることになるんです僕。ああ、それはチベット密教の夢見のヨーガってやつですね。すごいですね、全部なんかもう上流診断なんかマシンみたいになって、それによってチベットの僧っていうのはこの世も夢の世界も同じ心の現れと悟るっていう、そういうふうに教科書書いてあるんですよね。へー、リアルな夢を見るのが修行です。ただあなたの場合は先天的にそれができちゃう、そういう人っているんですね。私も何人か知ってますから。修行しなくてもリアルな夢が見えて、はい、夢の世界と現実が同じで、はい、だからその結論としてこの世界っていうのもその夢の世界と同じ心の現れであって、はい、あまり執着してもしょうがないっていう仏教的な悟りの方に結びつけますね。僕の場合は本気でこっちにいると本質かかるんですよ。うん、あっち本当です。いやもうで僕は最近言ってるのは I never have a dream because I'm dream って言ってるんですよ。そう、そういう意味じゃだからこうブワーってたまに夢を吐こうと思ってるぐらいなんですよ。うん、そしたらみんなびっくりし始めるので、なんかもののけ姫のほら獅子神さんがこう歩くシーンあるんですよ。はいはいはい、パサッサッサッて、あの花が咲いたりしてるやつ、あっちの方が普通なんですよやっぱり。ああ、なるほど。大丈夫ですか僕。いや、ああ、今のとこそれで、まあ、ちょっとまたオウムにも話戻りますけれども、はい、そうか。でおかしいと思うのは事件が起きるまで、あ、でもそのもうポアするぞって言った時からもうおかしいとは思ってますよね確実に。まあそれは教団の自滅的な行為じゃないかっていう疑問、これが出てきて、意見を求められている限りは反対するわけですね。で私としては教祖がその意見を受け入れてくれることを願ってますね。なるほど。 でもその陰であの事件起こって、結構高度な弟子っぷりですよね、うん、それ、まあなんていうか要するに、そうへそ曲がりっていうんですかね、その集団の中でちょっと違うことが好きなのかなって思いますよね、うん、だからそうやってこう非常に申し訳ないですけど教団の中でそれに反対して、はい、で教団が事件を起こすと今度教団を守るために、うん、今度テレビに出てはその他の出演者の人たちと討論してって感じで、うん、こうその場にいて自分一人だけこうちょっと違うっていうような、うん、そういったとこがあるんですよね。田原さんとかも大好きでしたもんね、ジョイさんのことね。ああ、まあ後輩ですよね。僕も後輩でしたっけ。田原さんはしたはこうなって、あの先日僕も田原さんのあのと対談させてもらって、ああそうですか、あの雑誌が牛尾っていう、はい、あの創価学会系の、はい、それでやったんですけど、でいや結構面白い、なんかもう新しい哲学だって言われまして、うん、すいません哲学書一冊も読んでないけど大丈夫ですかって言って、うん、でも興味持っていただいて、うん、であの時なんか田原さんとジョイさんの関係とか見てたらなんか面白いなってなんか俺普通に思ってたんですよ、うん、なんかジョイさんこう2つやってんだなっていう、このパフォームはすごく勉強になってたんです俺、うん、2つやってると。いやだからこうそうなんていうんですか、朝生にいる時はその朝生っていうそういう意味でレイヤー、僕はレイヤーって言葉出すんですけど、うん、朝生レイヤーってのもあるじゃないですか、はい、つまり同じテーブルでいるっていうので、はい、その大体普通の場合って話が噛み合わないので、はい、こう分かれちゃうわけですよ。変なカルト宗教って思われたみたいな感じで選ばれると、はいはい、ジョイさん以外の人たちやっぱりそういう感じだったと思うんですよね。目が合わなくて焦点が合わなくて、でもなんとなくジョイさんの場合はこの同一な朝生のレイヤーの中である程度うまくやっていくってことも生きるってことだよなっていう意識はあったと思うんですよ。まあ分からないと意味ないですからね、ある程度、はい、だからその感じを分かりつつも一応自分の競技があって、でもそれこそさっきのそのライフスタイルとしては納得いかないけれどもその信仰としては正しいと思ってるっていうような二重の感覚があったわけじゃないですか。うん、私の場合はそんな感じだったんですね、うん、まあ、だからそこら辺がその殺人に進まなかった道なんですかね、うん、そうですね。でも危なかったでしょ、一歩間違えればもう殺人しちゃったっていう感じもあるでしょ。そうですね、ギリギリだったと思いますね。うん、それであるんですかね、やっぱその言われたらもうやるしかないかなと思う感じもあったんですか。だからまず意見聞かれたら反対、しかし競争ですから、うん、あの押し切ってくる時もあります、うん、うん、そしたらやれっていうことになる。ただ自分がそういうことで何かやろうとした時には例えば被害者が出ないとかそういったことがあって、うん、巡り合わせですね、うん、そのなんか放課後の会話みたいなのなかったんですか、その打ち合わせが終わった後に、いやでもさ結局やるっつっても本気でやるみたいな。うん、だからそこはあのー、
あんまり言っちゃいけないんですよね、それは弟子の間で。そう、やっぱりそう、それはただでも微妙にありましたよね。だからその赤ちょうちんでちょっといっぱいやろうかみたいなしないんですか。いや、それはないけど、ちょっと裏話が微妙にある時ありました。それ どういうことあるんですか、その裏話。喫茶店みたいなところ、まあ、一例を挙げると、麻原が選挙に出るってことで、はい、で私はもう勝てないから反対って言ったんですけど、はい、他みんな賛成なんですよ、はい、当たらず触らずだから。でそれで3回になりますよね、はい、その3回した後はこれ勝てんよなって私の周りに言ってくるやつがいるんです。あ、いたんですか。でも前で言わないから全然ダメですね。選挙に負けた後、これは陰謀だって教祖が言って、うん、で私は自分でいわゆるそのと、なんていうんですかね、こう投票所の前で100人ぐらいにアンケートするあるじゃないですか、はい、調査やって、はい、やっぱり入れてくれた人一人もいないってことで反論したことがあるんですよね。あ、うんうん、まあ、すごい。それ実践をしてちゃんと調査をして、そう、自分の目で確かに、それしかも意見を、いや、それはもう完全もう天才的なスタッフだ。完全に凍りついたんですよ。それでもうこうかなりこう厳しいプレッシャーかかってきて、うん、お前はセンターをやってないから有権者の気持ちがわからないんだとか言われたりとかね。センター試験ですか。まあ、いや、そうじゃなくて、有権者と直接会って選挙対策本部っていうじゃないですか。それを略して選対っていうんですよ。で私は有権者も終わって麻原に投票してくださいって言うんじゃなくて、演説とか、まあ、法律の面とかやってましたから、うん、直接周票活動に携わってなかったんですけど、携わってる人たちはもうみんな勝ったと思ってるんですよね。で勝ったと思いたいんでしょうね。そういったことはありましたね。でもその時に結局自分の一応ほら、そういう意味では7人の侍みたいなのがいたわけじゃないですか。そのボスがいて、そのボスと共に戦う、まあ、その真田重雄氏みたいなメンバーが一応いて、でもメンバーの全員がもう殺害するっていうか、こうもうある程度そういうテロ行為を容認するようになった時の、そのなんていうか、まあ、それが結局今光のやってるのもずっと延長してると思うんですけど、でもその人自体は変えないですか。もう俺からしたら、お前ふざけんなよっつっても殴って、お前なんでこれおかしいだろうって。だから私もその思想として、うん、こう今の社会が悪くて、それを武力を持っても改革するっていうことにおいては、うん、まあ麻原のそういった方向性は信じてましたから、うん、そういったことは89年ぐらいの時からあったんですね、うん、で具体的な話じゃないですか。それでも、うん、その時はハルマゲドンが起きる、その時に戦うとか、ユダヤフリーメイソンと戦うというか、うん、抽象的な話で、それは信じれないでしょ、さすがに。ハルマゲドンが起こるの、まあ、でそこのところで麻原が持ってきたのは、うん、ハルマゲドンを起こすってことだったんですよ。まあ、つまり武力革命するんだってことね。でだからそこら辺がすごいやっぱり最終的鎮警でしたもんね。そう、男性の弟子とかがハルマゲドン予言に疑問を感じなかったのは、ハルマゲドンを起こせっていうのが麻原の最終的にそっち変わっちゃった。そう変わりましたから、うん、だからそれでもヨガをやってたんですか。まあヨガをやってる時とそうでない時とあって、出家の初期はヨガをやってて、でその後はだんだんそういった要するに活動ですかね、うん、まあだから支部での布教活動とか、そういった軍教団武装化の活動とか役割分担しながら展開していって、だんだんそういった活動の方が多くなりましたよね。瞑想とかそういうよりも、うん、そこら辺は残念だって思ってる人多いですよね。最初の頃が良かったっていうのは。だその時はもう女優さん的にはまあはいはいはいって感じだったんでしょ。いや自分もその今の世の中の問題はあって、それを変えることができればとは思ってましたからね。ただその変え方に関して全て麻原に委ねるような感じになってたんですよね、うん、団体だから。時々に来るそういった暴力行為に関しては、うん、それは現実的ではないんじゃないかって反対をしながら、全体の流れにはこう準じていって、で何か事件とか起こった後にはそれを感づきながらも教団を守る。だからオウム国のオウム民族の麻原民族の一員みたいになって、うん、もう日本国民っていう意識が弱くなってますよね。俺もちょっと今弱くなってますけどね、うん、新政府だ、ね、いやだから、はい、戦後日本社会っていうのは日本国民であることの誇りとかそういうものがあまり感じられない、はい、そんな中で麻原天皇の麻原国っていうのができて、そこに入ると自分が神の民になれるっていうか、大日本帝国のミニチュア版みたいな形で、その自尊心を充足させるシステムがあると思うんですね。すごいですね。そのシステムでどういうふうにこううまく、でもそれ麻原だけがやってたわけじゃなくて、
なんかこのそのシミュレーションゲームとしたらそのゲームのやっぱ理論をちゃんとこう設計しているメンバーがいたんですか？いや、それはないと思いますね。まあ人間の本能的にか、まあ要するに自分たちが特別な存在、なんか意味のある存在でいたいけど、戦後の日本社会っていうのは戦前と違って全ての人が日本という神の国の神の民みたいな感じの自尊心も全部崩壊してるし、父親も校長先生も国の父である国父天皇もそんな尊敬の対象じゃなくなってるじゃないですか。そんな大東亜戦争との流れが一緒みたいになっちゃったってことですか？だとという感じしますね。そういった中で結局競争社会だと勝った者が神、お金がある者が神みたいな、お客様は神様ですとか勝った人が神だとか。じゃあやっぱ LSD 今シャブに変わるんですか？いや、そういうことは関係ないですけど、ね、まあ、とにかくイニシエーションもだって LSD だったらもう頭がボトボト落ちますから、だから LSD っていうのはそういった形で神秘体験させて朝原の神秘を作るため の、 あの手段方便ですけど、あれはもう教団が94年ぐらいに結構焦ってきた時に邪道に走ったかなと。その前まではヨーガの修行なんですけど、ヨーガの修行を必死でやって体験するのは相当 大変なんですよね。あれ一番初め西荻でしたっけ？一番最初はね、世田谷の方でしたね。あ、そうですか、西荻にもありましたよね。西荻にもありますね。僕も西荻住んでたんですよ、じゃあ行ってました、うん、ジュリーさん。私はあんまり行かなかったかな、そこは。そうそう、時々は行ったと思いますね。そうか、じゃあなんかだからどっかで会ったわけ でももうやるのは分かってたわけでしょ、もう。そういった方向性に行くってのは分かってましたね。ただ未来を、そしてその手法を全部朝原に委ねてるから、うん、その社会革命の、うん、だからそのままついていっちゃうっていう形ですよね。それってだからさ、犯罪を一応容認した状態で、まあ、反対はするんだけれども一応現状としてはやる可能性を持っていて、でかなり上優さんはそのトップにいますので、おそらくほとんどの情報を知ってるはずだと。で罪に問われないんですね。刑事犯罪っていうか刑事責任がないということですね。だからあれは例えば内乱罪とか、はい、あの革命未遂罪とかがあれば、はい、その首謀者っていうかその首脳陣の一人として、はい、あの共犯だったかもしれませんが、個々の殺人事件に関しては自分が共謀したりこうなんていうか実行したりしたことはなかったっていう結果になってます。なるほどですね。それでだ僕もこれ新政府進めていくと、あのだもう知らない方いっぱいいると思うんですけど、僕は2011年5月10日に新政府を立ち上げまして、その初代内閣総理大臣に、就任させていただきまして、で、まあ、それこ その明治維新とかその江戸時代の末期はそれこそ新政府ができて、うん、でそれ憲法法案だって、ね、うん、十数個何十個って出たわけですよね、うん、そういう意味では僕がやってること自体はすごくまっとうだと僕は思ってるんです、うん、とてつもなく普通のことのはずなんですよ、うん、だってこんだけもうストも起こせないわけですよね今、うん、会社の JR の方止まることはないですから、うん、そういうようなかなり鑑真がらめの革命が起きえない状態で、うん、その今の社会が回していること自体がすごくこう不思議、おかしい。それでなんとなくこう自殺という、僕からしたらやっぱりこれは社会からの抹殺なんですよやっぱり、うん、でそれをその今ももうすごい電話かかってきてるんですよね、うん、僕命の電話を、うん、あの開通してると、うん、で09081064666っていうのをですね、うん、まあ、とにかくテレビでどん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 やってるんですよ、うん、そしたらまあすごく電話来るんですけど、うん、でこれ聞いてたらもうこれ確実にみんな住みにくいわけですよやっぱり、うん、そうでしょうね。で住みにくいって言うんじゃなくて、うん、その自殺しちゃうみたいな。そうですね、だから生きる価値意味が分かんない時代なんでしょうね、うん、だから昔は神の民の臣民として生きる価値とか、うん、そういうのを盲信によって日本だけが神の国っていう神話によって作ってたけど、うん、今価値あるのは買ったもんだけ、お金もあるもんだけっていう商社教拝金教じゃないですか。それとほとんどの人は生きる価値ないっていうことになりますよ、うんうんうん、それいじめも起こるし、うんうん、あんなダセやつ自殺に追い込んじゃえって、うんうん、で大人の方は自分はダサくて価値がないから自殺しちゃえって感じで、うんうん、生きる価値がつかみにくいですよね、うんうん、そういったところに朝原っていうのは俺が代わりにミニ大日本帝国やってやるよって感じで出てきたんですよ、ね、で他の宗教も結構そうで、うん、でパソコンゲームとかそういうのもその、あのフィクションの中で勝ち組になれるじゃないですか、うんうん、勝たないと幸福になれない、うん、負けたやつは幸福ないね、うん、人間がみんな尊いんだっていうその思想的土台がないんですよね、はい、そうすると光の輪はちょっとそれとは違う状態なんですか？そうですね、そういった光の輪って教祖なんですか？
ジョイさん、私は代表ですけど、教祖って言うとそれを神の化身っていうふうに位置づけてる感じじゃないですか、はいはい、だからそれは拒絶っていうか、人間は神じゃないから。そこにはじゃあ神は存在するんですか、うん、それはあの自分の心の中の神聖な意識ですか、はい、それをまあ一番重視して、はい、外側にあるものっていうのはそれを引き出すためのシンボルだと考えてるんですよね。だから仏教の人はブッダがそれのシンボルになればいいし、うん、キリスト教の人はイエスがそのシンボルになればいいし、はい、それは個々人好きなシンボルを持って自分の中の神聖な意識をこう高めればいいんじゃないかって考えた。ある意味多神教であると。そうですね、多神教キリスト教なんだけど光の輪なんですっていう人もいるんですか。そうです。だからそのマザーテレサ的な感じですか。三位一体のね、祭壇を、はい、祭壇に三位一体のご尊像を掲げて、はい、光の輪の修行をやっている人たちもいます。いるんですか。今、まあ、それは許してますから。そういう国籍ができると、うん、そう、どうでもいい。イスラム教でもいいしキリスト教でもいいし。だからそのジョイさんはメインはそのインドの密教なんですか。まあ、っていうより日本が仏教国だから、はい、だから日本ではブッダとかその神道のシンボルがいいだろうと思ってやってますけど。じゃあ浅原さんのシールとかそのポスターとかないんですか。それはないです。それだけは元気。浅原をシンボルにするのは団体として過去の経緯がある。つまりじゃあ僕聞きたいのは、つまりもう、とりあえずその浅原ジョイさんはもう、まあ、殺人集団になっちゃいましたよね、最終的にはオウムというのは。でその前からももちろん入っていて、ある種ヨガをやっていて、で途中がちょっとおかしくなって、で殺人を犯してしまう。でもその中でその罪には問われなかったけれども、ある意味罪を実感はするじゃないですか、やっぱりこの状態で自分もかなり中枢にいたわけで、しかもそれこそその入信させてるわけですよね、はい、でその勧誘もやっている状態で、ジョイさんはやっぱり僕今かなり生ああ言えば女優を体験してますけど、うん、やっぱりうまいっす。うまいと思います。で僕あの今までいろんな方と話してきましたけど、やっぱそういう意味ではジョイさんはあのかなりそうすごくうまいです。でということはすごく入ってきますから、それでやっぱそれぞれの人たちの人生はこうそんな殺人集団結局最終的になりましたんで、まあむちゃくちゃになるじゃないですか。で罪の意識もあると。でもやるわけでしょ、まだ宗教。それは要するにあのオウムに入った人っていうのは、さっきおっしゃったようにその今の社会のものだけでは、はい、お金だけではいたたまれない、うん、救われない浮かばあのあぜっていう人たちやっぱ多かったですね。やっぱり虚しいと、うん、でオウムに求めたけど、そのオウムが今度なんかどっかで現代社会と同じような感じで競争しちゃってると、うんうんうん、だから要するに、私の感じとしてはその社会が絶対に正しく、教団が全て間違ってた、うん、という反省に基づいて社会に戻ります、宗教はやめますっていうんじゃなくって、うん、社会はやっぱりそのそ、ね、今のままじゃ、うんうん、まず自殺もどんどん増えるし、うんうんうん、そういった人たちがオウムで、うん、一旦救われたんだけど、その後彼らが何て言うかな、社会を犠牲にする形でね、要するに自分たちだけは神の集団だっていう形でプライドを満たして救われた気持ちになっちゃって、うんうん、で外に牙を向いたっていうところ、うん、こういった変わり方は良くない。まあ二項対立だったし。そうですね、だからこっちにも問題が、戻ろうと思ってもこっちに戻れないわけですね、もうジョイさん自体っていうか、ここ要するに競争主義っていうところにおいては、うん、その社会もそれから出てきたオウムも似てると思うんですよね。全ての人が幸福っていうんじゃなくて、買ったものがお金持ってるものが幸福っていう背金競争教の社会と、うん、そしてその中で背金教じゃないんだけど、うん、そのそう、浅原金みたいな、そう、浅原信者が勝ち組なんだっていう競争教、うん、競争っていう点においてはみんなが等しく幸福、あの尊いっていうんじゃなくって、うん、それぞれの個性で、うん、その買ったものが俺の方が上なんだと思って生きがいを感じるっていう世界っていう構造は、うん、その社会から生まれたオウムの中で同じようになってると思いますね。ちょっとじゃあここで一回ちょっとユーザーからの質問。はい、ユーザーからの質問です。今のお話に関係してなんですけれども、群馬県30代男性から、ジョイユさんはオウム真理教を超える宗教を作るとしていますが、既存の宗教ではなく光の輪ではないといけない理由は何ですか。既存宗教の、問題がある部分があればそこを教えてください。まあ、既存宗教を概観すると、まあ、伝統宗派の形骸化と新興宗教の盲信というような感じじゃないかなと思いますね。
でまたあとは自分の中でこう湧き上がってくるものを素直に表現するときには、うん、やっぱ独立して独り立ちしてやらないと、うん、誰か上がいるとやっぱそれに拘束されますから、うん、結構伝統宗派の中で今若者は改革したいけど上がそれを絶えず抑圧してるって話もよく聞きます。そういった伝統宗派の若者の若い人がですね、うん、僧侶が来たりして相談したりするから、うん、そのよく様子が分かって、いやだからやっぱ悩んでますよ。それは普通 の, あの浄土真宗ですけど、浄土真宗だろうと真言宗だけど若い僧侶はこのままじゃ日本の仏教ダメだって、うんうん、でもやっぱり変えようとしたって上の流行る気があるから変えられないし、うんうん、またその前にもう家業になってて信仰じゃなくても家業お金儲けになってるっていうところまで行って、まあ、京都でねなんか三十三間堂とか見た後に坊さんベンツで出てきますからね。ああそうですか。もうあれ本当嫌だなと思って。だからまあこれあの確か数日後もまた浄土真宗のお坊さんと話すことも。ああそうなんですか。じゃ結構その今もなんか仏教界のそのカウンセラーみたいに、カウンセラー的な感じ、いや真剣に悩んでる人たちだけですよね。ああの他の人たちみんな家業で OK ってなってるんですよ、形骸化してて。なるほど。その1年間に何日か働いて冠婚葬祭で、そうじゃなくてその中でも真剣に悩んでる人一部少数だけどいると思います。そうするとこちらに来てヨガ習うとか、うん、あどう考えますかって話とかするって感じです。全体としてどうなってるか分かんない。全体的には形骸化ですよね、伝統宗、うん、でも一部の人がこう改革志向であることは間違いないが、それってつまりでもそれジーザス的なやり方じゃないですか。ジーザスもやっぱり別にキリスト教を作ったわけじゃなくて、やっぱユダヤ教がいてユダヤ教の高官が普通に歩いてたらパリサイ人が寝てて見たら傷ついてんだけど、でジーザス見ながらうわパリサイ人傷ついてるって、ユダヤの高官さん来てくださいよ、これパリサイ人運びましょうよって言って、いや君は何言ってんの、こいつはパリサイ人だからユダヤ教じゃないだから、ちょっと急ぐから先行くって言ってた人だけだと思ってるんですよ、ジーザスさんっていうのは。つまりこの状況を見ててちょっとおかしいだろうと、でみんな一つの世界と思いすぎてるし、だからそうじゃなくてパリサイさんとかもいるわけだから、しかもそれのもうちょっと下があるだろうっていうか、そうですね、外側があるとかどっちでもいいんですけど、うん、内側かもしれないけど、もうちょっとそれこそさっきのダンゴムシ教じゃないですけど、ダンゴムシとか分かるみたいな、あの人たち苦しんでるの分かるっていうのをやろうとしてるってところでは危ういですけど、なんとなくちょっとシンパシーを感じるところでもあるかもしれないですね、まあ、いわゆる今の社会の、はい、お金とか、はい、勝ち組とかだけを神とする宗教があると思うんですよ、うん、勝者教、拝金教、これも宗教だと思ったら、うん、それから抜けるのもまた宗教でしょうから、世の中ある意味じゃ宗教といえば全部宗教。僕宗教ですかって言われたら、はいって言えばいいですかね。まあ私が宗教ならあなたも宗教ですねと、私は要するにゼロ円ハウスで資本主義離脱の宗教で、うん、あなた方は拝金教でしょ、競争教でしょ、だって勝者を神としている、お金を神としている、うん、お客様は神様、うんうん、だからあの朝原神としようとお金を神としようと尊敬の対象、うん、崇める対象が宗教 の, あの崇拝対象ですから、そういったなんか確立的なあの価値観の下ではその全ての人が生きられないし、特にお金とかその競争とか人よりもお金持ってることがそのなんていうか自己価値なんてなったら、ほとんどの人は価値感じられないですよね。で僕の中でね、宗教じゃないんですよ、僕やってることは。だから宗教を普通定義すると絶対者とか超越者を崇めることっていうから、そういった視点から言うと宗教じゃないから、宗教って言葉が分かりにくい。分かりにくい。だから僕は芸術って言ってるんですよ。そうそう。だからそれは芸術っていうのはどういうことかというと、生き延びる技術なんです。語源をたどるとですね、アルモスとテクネと、うん、知恵。そうです。だから生き延びるときにどうするかっていうときに、何かこうするんじゃなくて、いや一つがあれば二つがあって、二つがあったら三つがあるから、多面的な見方、そうちゃんと、そうそう、だからそれこそ空間なんです。そうそう、この空間があって、うん、空間があるってことを認識しろと、うん、みんな全部平面的になってるんで、だからブッダとかの教えだと仏教の中にはそういった生き延びる知恵の部分と、うん、それから阿弥陀如来を崇めましょうとか、あの法華経を崇めましょうっていう神話盲信の部分2つがあって、はい、で現代社会ではその神話盲信の方があまりにも目立っちゃって、まあ楽ですからね、だから非科学的で依存的だっていうイメージはあるんですが、ただ心をどうも考えれば、つまり多面的な価値観で、一つじゃなくて二つ、その苦の裏に楽っていう感じのこう逆転の発想ですかね、多面的な発想を説いたのもまたブッダっていうのがなってて、私はこっちの知恵の宗教の方を本当の宗教と呼びたいんですが、それが難しかったら宗教ってことじゃなくて知恵ってもいいかもしれません。生きるための知恵、多面的な知恵、うん、だからなんかジョギさんもこの格好じゃなくてもうちょっと普通の格好すればいいんじゃないですか。
まあこれは一応なんですか、好きだからっていう、これはあのあれです、あの禅のですね、禅宗におけるその作業着でサムエっていうんですね、はい、恐ろしいことに僕は18歳の時毎日着てたのがこれなんですよ、ちょっと怖いもう。じゃあまずそれ先に言いましょうよ、批判する前に自分が過去にやってるわけです。これはあの禅のお坊さんが単純に瞑想するんじゃなくて作業しないと、そのそうですね、日常に、その例えば農作業とか土地に携わらないとダメだって、健康も維持できないってところでやってたんで、まあ単なるそのむしろカジュアルに、そうですね、これはまあサムエとして作業服として実社会にこうなんていうかこう接する意思を表してるっていう感じですかね。だからそういう意味ではちょっと外れるぞっていう概念でもあるわけじゃないですか。うん、だからその今の社会にその破壊的欲求も持たなければ完全に同調もせず、まあ一種その距離を持ち愛を持ち見守っていきながら自分の道行くっていうような感じですね。僕もだから社会を変えるなって言ってるんですよ、うん、徹底社会を変えてきて今までうまくいったかと、ガンジーさんでもあんな戦いで結局人死んでんだと、ガンジーは非暴力でしたけどそれによって人々が死んでると、でそういう意味ではそうじゃなくて僕はもう一個増やせって言ってるんですよ、とにかく。でそういう意味ではオウムをやったのは、いやそれこそ山岸ズームも一緒だし、それはヒッピーコミュニも一緒だと思うんですよ。でそれぞれいろいろな団体があったはずだし、それ自体は僕は、まあ、当然だと思ってるんですよね。そうそう、ただそれからオウムはもう一丁やってしまったんですよね。そうですよね。それは要するにはその国を転覆しよう、乗っ取ろうとした、つまり我々の方が彼らより優れてるから優れたものを全てにするんだってやった。それはキリスト教の植民侵略と同じ。結局またそれを一致にしようとして、だけど坂口さんがやってることは増やそうとしてる、はい、多様性を作ろうとしてる、うん、今のその社会のを壊さない形でもう一個別の価値観の空間を作ろうとしてる、うんうん、だからまあ独立国家というよりも今の日本国の主権を奪わない状態で日本国の中に主流の価値観とは違うライフ空間を作ろうとしている、はい、ということですよね。ねじれの一年、ねじれの一年ですよ、うん、だそういったものを比喩的に独立国家って言ってるわけですよね。そうです、うん、だからまあ外国行くときは日本人のパスポート使うで、なぜならばあの国連が私の国家を認めないからまあ別にでもそれでも私はパスポート作ってあの売ってますから、パトロンに、はいはいはい、だそれでそれでいいわけです。そういう経済圏があって、あ一つ質問があるんですけど、はい、その坂口さんの独立国家っていうかそういう人たちの輪ができたときに、はい、今3万人いるんですよね、まあうん、今の価値観とは違った価値観を、はい、そのこの社会に共存させようとしたときに、はい、価値観に関して非常に重要なというのは教育だと思うんですけど、はい、あのゼロ円ハウスとかに住む人に対して、はい、その子供がいた場合、うん、その既存の学校に通わせるんですか。通わせるとしたらどっかの自治体に所属しないといけないから住所不定のままだとできないのかなと思って、それどうなんですか。僕はもちろん住所不定の、土地を持ってます、うんうん、であのそれもいきなり なぜかあの東京都と国が入ってきてあの今あの立ち退きにされてるんですよでも僕はもう一個持ってるんですけど、つまり所有者不明の土地がいっぱいあると、うん、僕はなんであの所有者不明の土地を新政府の領土にしてるんですけど、僕銀座4丁目にある、はい、